今日は先日に続いて地下と屋外の練習場で訓練を行う。訓練で使用する武器はヘンリエッタに一任しよう。使いやすい銃を持つのももちろん構わないが、苦手な銃を克服するための訓練もいいよ。わかりました。あんなことがあった後だ。本当は休ませたいが、ピアの動向も気がかりだ。後悔しないためにもやれるだけのことはやっておこう。わかるね、ヘンリエッタ。はい、大丈夫です。もうこれから訓練なのに、いつもの銃を忘れちゃうなんて。何？ヘンリエッタ、無事か？ジョゼさん、今の爆発は？共和国派の襲撃だ。アーネストが奴らに着いた時点で、いつこうなってもおかしくなかったが、とにかく施設内に敵が侵入している。身を守るためにも地下訓練場に行って武器を手に入れるんだ。わかりました。見つけた。リエッタ、ヘンリエッタ、どうした？ピア、ピアです。ピアが。ヘンリエッタ、落ち着くんだ。はい。今手持ち以外の銃はあるのか？いいえ、持ってません。訓練場へ行かないと。分かった。ピアとまともに戦おうとするな。他の銃を手に入れるまではとにかく逃げるんだ。よりによって他のフラテッドが出払ってる時を狙ってくるとはな。僕は今から連中の出迎えに行く。以降は常時通話できないが、なんとかしのいでくれ。わかりました。お気をつけて。出さない、ヘンリエッタ。そこを動くな！に校舎から飛び出す勇気なんてあなたにはないでしょうからね。
しなのに。エンリエッタ、そうやって卑怯にどこまでも逃げるつもりなら私にも考えがあるわ。殺さないわ。それじゃあ苦しめないものね。やめて。とりあえず逃げないように手足を切らせてもらおうかしら。気絶なんてさせないで地獄の苦しみを味わわせるわ。いや、やめて。ジョゼさんには関係ない。関係ないはずないでしょ。あなたたち二人があの人を殺したんだから。苦しいのよ、苦しくて苦しくてどうしようもないの。大切な人を奪われる苦しみ、あなたにも同じ苦しみを味わわせてあげる。ピア！かもしれないけど、私も後者の連中と戦いながら来ているから、条件は五分でしょ。ピア、待って。止められるものなら止めてごらんなさい。力ずくでね。ピアは右のシューティングレンジ、でも
私の銃は左の武器庫に。地上へ向かう模様、追いかけます。こちらで押し戻した凶悪派の連中がちょうどその付近に集中している。気をつけるんだ。わかりました。Thank you.
諦める？私はとっくに諦めてるわ。もうすぐあの人のもとへ。でもこのままではいかない。あの人の無念を思い知らせるまでは。父を告げると去っていきました。それとほぼ同時に共和国派も撤退したようです。その後ジョゼさんの無事を確認したのですが、陽動だったんだ。派手な騒ぎを起こしている間に奴らの別動隊が議題の技術者と試験用の新型フレームを奪っていた。体の部品を悪用されれば厄介なことになる。特にピアに組み込まれてましたら取り返しのつかないことになる。果たしてそれがピアの目的だったのでしょうか。確実に私を殺すためにより強い力を得ようとしているのでしょうか。私には分かりません。でも一つ分かっているのは、ピアがどんなに強くなったとしても逃げずに戦わなければならないということ。10日後の早朝、1対1よ。誰にも言わず抜け出してきなさい。私はこのことを校舎の人にもジョゼさんにも話しませんでした。もちろんピアの言う通りにしないとジョゼさんが危ないということもありましたが、何よりピアの気持ちを裏切ることができない、そう思ったのです。10日後、すべてを終わらせる。私はそう決心しました。